皆さんどうもこんにちは、いかくです。本日はシーズン5最新情報まとめやっていきたいなと思います。木曜日から新シーズンがやってきて、大量更新とともに最新情報がいろいろと入ってきました。更新内容に関してはすでに木曜日の動画でまとめているので、まだ見ていない方はぜひチェックしていただきたいなと思うんですけど、この動画では公開された最新情報についてがっつりまとめていきたいなと思います。こんな感じの目次で一つ一つ話していきますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。今回の動画見ていただいて、ちょっとでもいいな、参考になるな、ワクワクしたなって思ったら、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ということで、まずは一つ目、ショータイムから話していきましょう。ショータイムはですね、告示されていた4つのうち、ラストのゲームチェンジパスだけが残っていて、今週ですね、シーズン開始に合わせて来るかなって言われていたんですけど、残念ながら来ませんでした。ただですね、こっからが大事なんですけど、なんとメンツのシルエットは公開されて、トニクロースに加えてベリンガム、ベッラッティ、この3名で搭載確定いたしました。見てください、この一度シンクロ率 400% です。てかこれに関してはツイッターの特定班が優秀すぎるんですよね。この画像が公開されて30分後ぐらいには完全に特定されてましたね。いやすごいんだけど、なんかちょっと怖い。いやでもさ、この3人で言うとクロースもベンラッティもいいけど、ベリンガム激アツじゃないですか。それこそワールドカップの時のイングランドパックでもだいぶ注目されてましたけど、ショータイムで登場、これは激アツ間違いないですね。個人的にかなり楽しみですし、一番あたりはベリンガムになるんじゃないかなって予想してますね。ちなみに皆さん、新スキルのゲームチェンジパス、どんな効果になると予想してますか？まあ、前からですね、僕も生放送でちょいちょい予想してるんですけど、まあ、無難に予想するなら、ある条件が揃うとパス数値が向上する、そんなスキルになりそうですよね。で、今までのショータイムで言うと、フォートレスは後半リードしている時、モメンタムドリブルはアタッキングサードにいる時、こんな条件だったんですけど、僕は今回のゲームチェンジパスに関しては、ゲームチェンジって名前から試合の流れを変えるみたいな意味合いが込められていると思ってますので、例えば試合にリードされてる時にパス能力が向上するとか、そんな感じのスキルになるんじゃないかなって思ってますね。こういう予想もすごく楽しいので、もし予想がある方はぜひコメント欄にたくさん書き込んでみてください。さあ、そして今シーズンのエピックに関しても搭載予定の選手が何名か告知されました。今週はですね、メルテザッカー、ジューベルト、シューバ、ユングベリー、こんなアーセナルエピックがやってきたんですけど、そこに加えてですね、エピックシーマン、エピックルンメニゲ、さらにはビッグタイムウィルシャー、この3名が登場予定みたいですね。それこそウィルシャーなんかも好きな方多いと思いますので、楽しみな方いると思うんですけど、やっぱりルンメニゲですよね。いやこれはニュータイプルンメニゲあるんじゃない？クライフみたいな感じでプレイスタイルがガラッと変わって登場する可能性もあると思ってますので、このルンメニゲすごくワクワクしますね。ちなみにシーマンとウィルシャーはおそらくアーセナルエピックで登場して、ルンメニゲに関してはドイツもしくはバイエルン、まあバイエルンの方があるかな、こんな感じで登場するんじゃないかなって思ってますね。でこっからですね、具体的なガチャスケジュールについて予想していきたいなと思うんですけど、それを考える上でイベントのスケジュールっていうのがすごく参考になるんですよね。先月もそうだったんですけど、木曜日のイベントとガチャっていうのが連動していて、先月でいうとセリエ A のイベントが来た週にミランエピックがやってきて、ラリーガのイベントが来た週にバルセロナエピックがやってきました。ってなるとですね、来週はワールドワイドクラブズなので、これってどうなのって思われるかもしれないんですけど、おそらくゲームチェンジパスのショータイムになるんじゃないかなって思ってますね。で25日がイングリッシュリーグになってますので、今の情報をもとに予想するなら、ビッグタイムウィルシャーにエピックシーマン、さらにもう一人を加えたアーセナルエピックになってくるんじゃないかなって思ってますね。今週もアーセナルなのでちょっと頻度高すぎる気もしますけど、まあ無難に行くならそうなりそうですよね。でもそうなるとルンメニゲはちょっと先になるかな。ルンメニゲに関しては最速でも6月1日以降の登場になりそうですね。さあ、そしてまだまだ新情報止まりません。なんとシーズン5のトレーラーにこんな画像が入っておりました。いやかっこよすぎるよな。アイコンだけで全員欲しくなるレベルですね。公式サイトでも優勝したクラブチームを称えたキャンペーンを開催予定って書いてますので、セリア優勝記念でナポリのハイライトが搭載されるみたいですね。いやでもさ、これナポリもいいですけど、ナポリ以外も来る可能性あるんじゃないですかね。まだ優勝決まってないですけど、プレミアリーグ、ブンデスリーガ、ラリーガ、この辺りもライセンスがあるクラブが優勝したら何かしらのキャンペーンが来そうですよね。こういうのはもうマジでどんどんやるべきだと思ってますので、コナミさん期待してますよ。
でちょっと予想したいのがこれがガチャで来るのかって話なんですけど、僕はねこれガチャじゃない気がしてるんですよね。っていうのもですね、割と最近の3月にナポリクラブセレクションって来てるんですけど、その時にこの5人って全員搭載されてたので、そう考えるとちょっと被りが多すぎるような気もしますし、そもそも5名でガチャっていうのが若干中途半端な感じがあるんですよね。ってなると公式サイトにも優勝キャンペーンって書いてますので、無料配布されるパターンが濃厚なんじゃないかなって思ってますね。5人全員配布されたら最高ですけど、無難に行くなら5人中1人が無料で弾けるとか、そんなパターンになるんじゃないかなって思ってますね。ちなみに今回総合値も公開されていて、3月のナポリクラブセレクションのバージョンと比較してみたんですけど、そんなに低くはなってなかったので、月曜日ガチャと同じぐらいの強さにはなるんじゃないかなって思ってますね。それこそクバラセリアとか無料で弾けたらさすがに熱すぎますよね。おそらく来週のタイミングでこのナポリハイライトに関しては何かしらの動きがあると思いますので、楽しみに待っていきましょう。さあ、そして最新情報ラストいきましょうか。見てください、この文章。5月18日からはモバイルゲーム eFootball の6周年に合わせた大型キャンペーンも開催予定です。どうぞお楽しみにお待ちくださいと来てしまいましたよ。なんと6周年キャンペーン確定でございます。ブラボー。僕の動画でも周年イベントが近そうって話はしていましたけど、まずはしっかり来てくれて安心ですね。でここに関してはちょっと過去の周年イベントなんかも全部調べて予想動画も出そうかなとは思ってますので、 10% ぐらいそんな動画が出る可能性もあるってことは頭に入れておいてください。ただ例年ですね、この周年イベントっていうのは結構豪華になるので、ある程度期待してもいいと思いますよ。スキル追加、 GP、 トレーナー、コイン、このあたりの配布はまず大前提として、年末年始にエピックの無料配布があったことなんかも考えると、あれくらいのインパクト期待しちゃいますよね。あとはさっき紹介したナポリの優勝記念ハイライトなんかもこの流れで配布するのが一番自然なんじゃないかなとは思ってますね。皆さんの希望あったりしますでしょうか。もしあればぜひコメント欄に書き込んでみてください。まあ、個人的にはね、今指名契約はちょっと渋いので、強めのハイライトとかエピックが交換時あたりに追加されると、それもそれで盛り上がるんじゃないかなって思ってますね。まあ、どっちにしても次の木曜日はショータイムに加えて週刊 FP6 周年イベントとかなり盛り上がると思いますので、全力で来週の木曜日楽しみに待っていきましょう。それこそそれが終われば投票 FP が始まったりとか、次のシーズンに向けた準備っていうのは始まってくるので、1年間話題が尽きない、それがeFootballです。一緒に楽しんでいきましょう。はい、今回の動画はこんな感じですかね。最後にシーズン画像も新しいもの公開されたので改めて出しておきますね。まあ、特にこっからは新情報なさそうかな。ハイライトのところにダービーがなくなりましたので、リーグ戦終わりまでは月曜日のガチャっていうのはクラブセレクションが続いていきそうですね。ではですね、今回の動画は以上で終了していきたいなと思います。今日はなかなかワクワクしたんじゃないですかね。こういった情報またあったらガンガンこのチャンネルから発信していきたいなと思いますので、ぜひこれからも楽しみにしていってください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。まだまだいろんな動画上げていきますので、ぜひこれからもよかったら動画見てください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。